皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ、セブンティーンが11人で行うツアーの華やかな幕を開けた。文白期、文体プラス空白期の始まりを知らせたコンサートでありながら、近いうちにみんなで集まることを約束し、今後繰り広げられる第2幕への期待をより一層高めた。13日午後、紅葉、小屋、総合運動場のメインスタジアムでは、 セブンン・ティーワールドツアーセブンティーン・ライト・ヒアー、ワールドツアーが開催された。12日と13日の2日間にわたって行われた今回のコンサートには、2日間で約5万8千人余りの観客が訪れ、現場を盛り上げた。見切れ席を含め、全席完売を記録しただけに、会場は1階から3階までファンのペンライトで埋め尽くされた。今回のツアー・ライト・ヒアーは、 彼らのの成長の物語を約した公演だオープニングから「ク・フィアフィアレス」「マエストロ」につながるパフォーマンスで恐怖に襲われた過去を乗り越え自身の存在を証明する過程を表現した彼らはこれまでコンサートで見せたことのない楽曲を中心にセットリストを構成し特別感を与えたさらに昨年膝の負傷で活動を中断し 今年上旬のアンコールコンサートでも一部にだけ参加した SCOUPS が、久しぶりに最初から最後まで出演した意義深い公演でもあった。メンバーは序盤から、アッシュ、クラッシュなどでファンを熱狂させたことに続き、OurDonisHotterthanday ーー、NotAlone、March、b o u t u Campfire など懐かしい楽曲を次々と披露し、感動を呼んだ。アンコール曲には、 これまで一度もステージで披露したことがない「If You Leave Me」を選び、ファンを喜ばせた。さらに、エンディング曲には、セブンティーンのシグネチャーソングである「Berry Nice」を準備し、最後までファンと息を合わせ、あふれんばかりのエネルギーを届けた。t w e l v e ミニアルバム「Spill the Fields」の発売を控えて開かれたコンサートであるだけに、新曲のステージも欠かせないポイントだった。ヒップホップチームの「ウォーター、 パフォーマンスチームのレーン、ボーカルチームのキャンディに続き、タイトル曲、ラブ、マネー、フェーム、フィーチャリング、DJ カーレットまで新しいステージを初公開し、ライト・ヒアーならではの楽しさを与えた。パフォーマンス直後にメンバーはマエストロの時、ステージを先行公開して愛されながら活動をしてみたら、エネルギーが違った。今回もちょうどいいタイミングで、 皆さんにお見せすることができとても嬉しいと伝えた続けてミンギュは「ウォーター」は歌詞の半分が「ウォーターだ」だコンサートをすることを想像しながら作った楽曲でもあるもっと楽しめることをやってみたいと思ったとユニット曲を紹介したそしてウジはキャンディについて一生懸命に生きていると愛というのは感情一つで成り立っているわけではなく 複雑ななものだと感じるじるゃないか周りのことをたくさん考えるし、幼い頃キャンディーを食べながら思ったことと比べたら、心というのは本当にシンプルなものだけど、大人たちの愛の物語を書いてみたかったと伝えた。また、レーンについてディエイトは、ムードがあって、その中でリズムに乗り続けながらパフォーマンスまで楽しめると話した。ディノは 歌詞の中に寂しさと虚しさをたくさん込めた。誰もが感じる虚しさを表現してみたと明かした。彼らならではのユニークな魅力が詰まったミュージカルセクションも目を引いた。キャンピングカーに乗って旅に出たメンバーたちがゆがんだ時空間に落ちたというコンセプトで大ーマイ。スナップシュート、ボットオブ・ミュージック、今、明日世界が終わっても、コリアンバージョン。を披露した。 コントを交えたステージでは、メンバーらのケミストリー、相手との相性、がそのまま伝わってきた。オーマイでは、ステージ中に突然乱入してきた動物の着ぐるみとの対立を描き、スナップシュートでは2015年、後で誰かが変わったらここに投げようと約束した側著。側著の海を背景にステージを作り上げ、特別な時間を届けた。メンバーは、人はいつも変わる、いつもありがとう。 ごめんなさいと海に飛び込んでいったが今までセブンティーンを愛してくれてありがとう。これからもよろしく、カラッとファンの名称、たちへの気持ちは変わらない、というコメントとともに再びステージ上に姿を現し、ファンは歓呼した。今ツアーは、初めてメンバーのジョン・ハン・ジュンを除く11人で披露する公演でもあった。ジョン・ハンハは先月 国防の義務を果たすためメンバーの中で初めて入隊し、順は中国で個人活動を行う。オープニングコメントの際、スン・グアンは僕たち13人でと言い間違え11人でと訂正した。残念があるファンの声が続くと僕もメンバーたちに会いたいと寂しそうに話した。メンバーたちもいつも13人だと思っていたからとなだめた。民 ジョンハンハ兄さん、純兄さんのいないコンサートだけど、悲しまないで。いつでも戻ってくる人たちだから、少し残念だと思うぐらいでいてほしいと話した。ステージに上がることはできなかったが、ジョン・ハンは2日間、客席で観客としてメンバーとファンたちと共に公演を楽しんだ。彼は電光掲示板に自身の姿が映ると、ファンに向かって嬉しそうな表情で手を振ったり、ファンが歌う「アドアユーに合わせて踊った。 このほかにもコンサートの途中に登場した VCR には13人全員が登場し、熱狂的なムードに包まれた。公演の最後に、セブンティーンはカラットと共に歩む未来について語った。SCOUPS は、ジョン・ハンとジュンが今は一緒にいないけれど、僕たちは必ず再び集まって13人でステージを披露する日が来ると固く信じている。とし、僕が夢見る最も理想的なチームになるため、 あえて、本当に一生一緒にいたいと言おうと思う。永遠にセブンティーンとして生きていきたいし、メンバーとしてこの場を守りながら生きたい。その時まで永遠にそばでこのように客席を埋め尽くしてくだされば、とても幸せになれると思うと挨拶した。スン・グアンは、SCOUPS 2さんは一生と言ったけれど、僕は本当にできるだけ、やり遂げられるところまでやって、カラットが見て、 本当にやれるところまでやったと感じたとき、そのような言葉を聞きたい。一生という言葉があまりにも現実的ではないかもしれないので、僕は本当に僕の膝が生きている限り、最後までやりたいと願いを伝えた。ウォヌも、今までもずっとカラットと一緒に旅を続けてきた。これからの旅程も大変なこと、楽しいことがたくさんあると思うけれど、カラットと一緒ならいつも楽しみだ。 メンバーとカラットのみんなをとても愛している。これからもよろしくねと話した。続いてウジはいつもセブンティーンは最善を尽くして皆さんに会うために努力していることをわかってほしい。それだけ心から愛しているので愛を見て走っていく人たちを応援してほしいと伝えた。ドギョムは今回の講演を準備していたトキジョンハン兄さんとジュン兄さんがいなかったので何か物足りない感じがした。 それでも僕たちだけで一生懸命に準備し、カラットたちに会って良い姿を見せなければならないと思い、デビュー時のコンサートから今までやってきた時間を思い出した。大切な時間だったと思うし、今も感謝しているし、本当に大切な存在だ。愛してると言ってくれて嬉しかったと涙を流した。ディエイトは準備しながらとても心配した。正直、10年間やっているので僕だけじゃなく、 みんな寂しいでも本当に一生懸命やってカラットのことだけを考えてどのような曲を披露すればカラットに喜んでもらえるのかダンスもどのようにパフォーマンスを構成すれば喜んでくれるのかそのような情熱は冷めなかったとしメンバーたちからも力を得てカラットの前でもっと素敵な人になり成長した姿を披露するため毎日努力している。 カラットたちも、自分の人生を歩む中で、僕たちのそばにいることをいつも忘れないでほしい。いつも一緒だから、これからもずっと一緒にいてほしいと願いを伝えた。ジョシュアは、僕たちがどうしてこんなに大きな公演会場で、多くのカラットを前にステージを披露することができるのかと考えると、とても幸せで感謝している。準備する過程は大変だったけど、この幸せのために、 皆さんに会うために頑張った気がしたとし、永遠に愛していると付け加えた。また、民義は、本当に休む暇もなく1年間走り続けている。正直、疲れるのは当然だと思い、メンバーたちと集まって話しながらストレスを解消するけれど、結果的に一番大変なスケジュールで、エネルギーになるのは、今この瞬間、皆さんが与えてくれるエネルギーではないかと思う。これからももっと長く もっと頻繁にに皆さんに会いたいたくさんのエネルギーと情熱愛を胸に秘めてこれからもっと長く続くエネルギー源になれるよう僕がもっと頑張る。本当にありがとう愛していると伝えた。バーノンはジョン・ハン・兄さんとジュン・ニさんと一緒に過ごすことはできなかったけれどメンバー全員揃って戻ってくるのであまり悲しまないでとしこれからが始まりだと慰めながらも現実的な発言をし。 笑いを誘ったそしてディノはとても楽しかったお兄さんたちが言ったように準備しながら大変だったことも確かだけれど一緒だから頑張ることができたと思うそしてこの大きな会場にカラットと一緒だから来ることができた怪我をせずツアーを終えたい今冷やしを運んでくださったカラットのみなさんに心より感謝申し上げるとしこれからもセブンティーンのステージに期待してほしい 今回のアルバムも本当にすごいので、楽しみにしていただきたいと話した。文白期は始まりだが、セブンティーンが書くカラットたちとの未来は永遠だ。スン・グアンはアンコール曲で、If You Leave Me を選んだことについて、皆さんに僕たちの真心がきちんと届くことを願って、アンコールをこの曲にした。歌そのものとテーマが悲しく聞こえるかもしれないけれど、必ず皆さんを守り、 僕たちも僕たちのチームを必ず守るという誓いと約束が込められている。この曲が皆さんに届いてほしい。僕らメンバーが全力で歌う、と言い、感動を与えた。彼らは紅葉の夜空をキャンバスにし、カラットと,と永遠に一緒にいるというメッセージを伝えた。僕が君のそばを守るよ、永遠の時間で、君の手をぎゅっと握っていたいから、ただ僕のそばにいて。 という歌詞とファンが掲げた、一つの時に一番輝く私たち、というプラカードが調和し、一緒だからより輝く彼らの未来を期待させた。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。